くわ。テラ、本当にテラなの？なんだよ、アクア。あなたの中にテラはいない。テラの体を返しなさい。ここは？得意点を通過したのか？ソラ？ナミネ？どうしてこんなところに？あなたまで姿を失ってしまったの？いや、いろいろあってさ。それより、ナミネはカイリの心と一緒じゃないのか？これで13人目。お前たちはここで敗北する。何よ。13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心しろ、キーブレードはここで完成する。うん、まだ戻れてないの。今テラの心に呼びかけてここに彼を連れてきた。テラを？ううん、テラの心は深い闇の中にいて来られない。でもテラの強い思念を代わりに連れてくることができた。彼はテラの悲しみ、怒り、無念。テラの思念。お前たちに負けることはない。お前は何なんだ？ゼアノート。なぜ動ける？この時待っていた。礼ごときが
マスターゼアノートをその身に宿すお前はアクアやベンの脅威となる。友のために自らの身を滅ぼすか。お前を消滅させるためなら手段は問わない。ナミネ、テラに呼びかけられないか。今はテラの怒りが強すぎて呼びかけに応えてくれない。どちらがダメージを受けてもテラが危険だ。とりあえずナミネはここから離れて、あの海と空だけの世界で待ってて。空は？つながりをたどる。違う時間の自分が同じ時間に現れる。自分だけが使える力だと思ってるのか。貴様禁断の手段を使ったということは、その身を捨てる覚悟ができたということだな。